2007年、福井はユニクロ T シャツプロジェクトで手塚治虫とコラボした。幼い頃から漫画に親しんでいた彼女は、鳴海敦子や山岸涼子の作品を好んで読む。ちっちゃい頃は実はその鳴海さんが好きで、あの霊感少女とかそういうちょっと心霊現象がまあ好きでしたね。流行ってましたしね、あの心霊写真とか、あとまあ丹波哲郎さんの大霊界っていう本が出たりとか、まあ兄もあのそういうのが好きで、まあでもそれのせいなのかすごい怖がりにはなっちゃったんですけど、今はもうホラーとか見てもあのもう見ないですけど、もう見たら何日かも夜眠れないぐらい怖いですし、一人で多分トイレも入れないぐらいですし、で大人の大学生になってから山岸さんを知ってから、もうすごくあの、まあ、心霊現象もありますし、そのちょっとした心の闇の話とか、あのそういう人間の心の隙間っていうところに入り込んだ話っていうのが、あの誰にでもあり得るような、まあ、恐ろしいことだったりそういうことだったりするんですけど、あのそういったあの漫画がまた見始めましたね。なんでしょう、すごくホラーみたいなこう絵で怖いっていうものじゃなくて、心理的な怖さとかそういうあのお話が好きですね。まあでも手塚治虫の作品も全てありますけど、あれもあのいろんなあの社会の問題とかも入っていたりとか、そうですね、好きですね。逆漫画とかはあんまり、でも好きですけどね、少女漫画があんまり、まあ、山岸さんも鳴海さんも少女漫画ですけど、そういった中ではそんなにあんまこうファンシー系なお話はあんま好まないですかね。あんまこう、そうですね、はい。あ、はい、そういう心理はありますね。なんかこうちょっとこうあの日本の童謡のカモメカモメとかそういうお話って、実はこう子供が歌ってるけどよく聞いたら怖いお話で、こう顔は隠すけどちょっとその隙間から見たいとか、そういったような、怖いけど見たいみたいなことはありますね。でもすごく怖がりです。今は全くホラーとかあの見ませんし、多分見た以上の自分の中で想像がすごく渦巻いちゃうんですよね。もう寝るとき目をつぶったらその画像が浮かんでくるとか、もうペットセメタリーの2かなんか1かな、見たときはもうその道先案内のゾンビみたいなのがすごくあのいい人なんですけども、その人がもう3日夜目をつぶつと出てきてしまって、もう本当に眠れなくなったりして、多分そんな怖くない話なんですけど、ペット責めたりって、もうそれからもうダメだなと思いましたね。